肩は上がってるし首も曲がってると思うんですよ。座骨神経痛なんですよ。1,2,3,4,5 OK。 はい、ストレッチ学人金子でございます。今日はお客さんが来てくれました。はい、自己紹介お願いします。はい、ズボラストレッチという YouTube チャンネルやっております、深井と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。深井さんはズボラストレッチで、まあ、超有名な YouTuber なんですよ。すごいじゃん、だっていっぱい、まあ、145万人。すごいね、はい、AMC っていうところで、そこで審査員で一緒になって、ちょっとこうお声かけさせてもらったんですけど、はい、そしたらね、かかとが痛いとか言って、足首が悪いっつって、アキレス腱切った後遺症でっつって、あちらのチャンネルで直してますから、はい、はい、ね、これをちょっとご覧になってください。はい、はい、で、足首はまあ良くなったけど、はい、僕がストレッチするとどんな感じになるのか、はい、それ知りたいでしょ。例えば肩の高さとかもう、うん、全然左右違うと思うんですよ。うんうんうん、そうだね、うん、まあ、体は硬いし、うん、で、あともう僕多分首も曲がってると思うんですよ。うんうんうん、肩は上がってるし、はい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 、お腹は出てるし、それはだって太ってるからでしょ。はい、一番こう良くしたいなっていうのは、まあ足首はもう良くなったよね。一番はここ、もうこの頭からここのラインがしんどいですね。これがじゃあ例えば、右向くのが向きづらいとか何かありますか。はい、右向いて、はい、もう右結構向けないね。左、左も甘いね。こっちが向けますね。これが引っかかるんだね、明らかに。はい、上向くのは、ああ、まあ、悪くはないけどちょっとやりにくいかな。はい、はい、OK です。首をこう右左にワイパーのように倒してみてください。反対、こっちが行きづらいか。こっちすごい突っ張ります。なるほどね。じゃあこれを直そうかなと思ってないわけだ。めんどくさいので、基本何もやりたくないので。まあね、首を自分でやるのってなかなか難しいよね。そうですね、まあ、の言い訳なんですけど。実はちょっと衝撃的なことを言うと、首が硬いまんま手足は柔らかくならないんです。股関節とかも、はい、股関節の神経もここを通ってるので、はい、ここが圧迫されていたり、このアライメント配列が悪いと股関節の具合は良くなるわけないよね。はい、だから僕らは絶対首からストレッチするんですよ。自然にもう一個いいですか。僕あの座骨神経痛なんですよ、うん、前職ラーメン屋なんですけど、その時に出だして、今ちょっと軽く来てるんですよ、うん、で座りっぱとかだと結構痛くなります、右座骨神経が。はい、口を開けて。自律神経系がここなんです。1,2,3,4,5 OK。 1,2,3,4,5 左だけ噛んでる。あ、めっちゃ時間かかりますね。1,2,3,4,5 首の神経こう通ってるんですけど、右向いて胸張って軽く吐いて、はい、鼻で吸います。神経つまんで、よいしょよいしょよいしょ、はい、吐いて、はい、右向いて、はい、どうも。左、はい、右、はい、どうも。こっち向けちゃってますよね。向けちゃってますね、はい、はい、横は、はい、反対、もういきますよね。あ、という感じで食いしばってる自律神経系と運動神経系のこの頸神経層っていうこの神経、ここを緩めたのでこの高さがいいと思います。肩の高さの左右とかね、はい、この肋間神経強くやると痛がるから優しくやるけど痛いでしょ。はい、吸います。で、鼻で吐く、で吐く、ぐーっと吐いて、うまい、よし、立っていいよ。え、これ僕左肩むっちゃ落ちてますよね。はい、すっきりした感じがしますよね。落ちてる感じがするってことでしょ、はい、感覚として圧倒的にこっちが下がってる感じがする、うん、今まで肩が落ちてたのは今ので肋間神経が問題だったってことだわ。で、これ首直しました、はい、肩の高さ直しました。あとは右足だよね。右足座骨神経ですよね、はい、はい、じゃあ寝てください、はい、でもだから足首が悪かったのはもともと座骨神経があったから足首が悪かったのかも。まあ、アキレス腱切れた原因ではないけども、原因ではないけど、はい、後遺障害が出てしまった原因はそこかも。あ、硬いもんねこれ。うん、何それ。でこれ触っていくとね、どこが原因だか大体分かるんですね。みんなストレッチでこうやってグイッてやるじゃないですか、はい、この方向でやってもちょっとなんか結構辛くないですかこれ。うん、でもこっちの方向があるんですよ。こっち、1,2,3,4,5 OK。なに、黙ってて。1,2 ズボラ3,4,5 OK。 ちょっとここか、はい、あ、はい、吸います。吐いて、吸います、吐いて、
これはお腹にある神経を伸ばしてるんですね。痛い。これね、最初だけですから痛いの。やらなくなったら痛くないです。本当ですか。はい、結構いきません、ね、という感じで神経でやると、いわゆる筋肉のむずるやーみたいなストレッチはいらないんですね。これだったら自分でやるとしたらば、お風呂上がりにここつまめばいい。何いや痛いな。うわすごいな、もうすごいでしょ。 OK、 もうこっちがピーン伸びてて、こっちも実は人間ってこの胸椎が硬これ痛くないんですよ。でも胸椎が硬くて、黙ってて、胸椎が硬くて全身が硬くなる可能性があるので、息吐いて下ろしますよ。3、2、1、立ってみて、立ちやすくなってるから、ほらすごいですねこのそうなんですよ。だからこれやってると、でも実は後ろにも多分行きやすくなってると思うんで、体反ってみて、感覚が全然違うんで。そうですよね、はい、前にも行きやすくなってると思うんで、まあ行くでしょなんでちょっと手されるの。いやなんか悔しいじゃないですかなんで悔しいのよいいことが分かったんだからいいじゃないですか。いやいや、もうさすがでございますだからあれだよね、まあ、近くに僕のやってる弟子がいるとこあれば行って、はい、で帰ってきてズボラストレッチを見てってやれば、究極のズボラというか合理的まあその通りでございます、はい、金子さんは別に筋肉のストレッチが必要ないって言ったわけじゃないですもんね。順番ですね。いわゆる神経が硬いまんま筋肉やっても順番が違うので、神経をまず柔らかくする。さっき言ったその神経根とかね、はい、あとこの足の付け根とか、この辺にある神経管っていう、まだこの神経の種類、末梢神経、そこ全部やった後に、末梢神経の先に筋繊維があるので、筋肉あれなんですよ、から筋肉やれば、今まで伸びなかったのに今度伸びるってなるわけですよ。それいいじゃないですか、はい、はい、っていうことなので、近くの金子のストレッチのところに行って、行き終わって帰ってきたらズボラストレッチ見て、ストレッチこれでもバッチリはい、ありがとうございます、はい、ズボラストレッチのチャンネルでは、金子さんに右足首の施術と、はいはい、セルフでできる、はい、神経ストレッチ、はい、開脚前屈が柔らかくなる、はい、を教わりました、はい、これ YouTube で出してるんですか、セルフ。まあ、ちょこちょこ出してますけど、あんなに詳しくやってはいないから。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします、見てください、はい、ストレッチの医学に、今日は金子とズボラストレッチの深井と申します。はい、ありがとうございました。金子正が教えるキックボクシング、金子フィットネスキック始まりました。西新宿で金子正が教えてます、科学的なキックボクシング。テーマはたくましい健康美、痩せるのは当たり前です。キックボクシングですから手足使います、そしてフットワーク使います。めちゃめちゃ脳を鍛えることができる。そして思いっきりサンドバッグで蹴る、殴る、めちゃめちゃストレスの解消になる。慢性痛ある方はストレスがあってなってる可能性高い、食いしばって慢性痛になってる人も多い。そういうストレスをキックボクシングで、ストレスを解消して全てをなしにしちゃいましょう。金子たらしが教えます、待ってます。それでは金子のストレッチ受けたい人いらっしゃいますか。ガチ検証再募集いたします。自分の痛いとこ、こうしたいっていう、その自分の熱意、動画に1分間でまとめていただいた方優先します。直してほしいっていう方はこちらから動画待ってます。それでは